春になって外歩きが楽しい季節になりましたけれども、ここの窓から見る景色もまた楽しめるのでいいですよね。そうですね、はい、ぜひねゆっくりしに来ていただきたいと思うんですけれども、この時期ならではのコーヒーがあるんですよね。そうですね、はい、期間限定で桜ブレンドというのを、はい、まだやっております。はい、この桜ブレンドっていうのはどういった特徴があるんですか？はい、花ですね、花とかイチゴとかを思わせる香りと、軽やかなフルーツの風味ですね、はい、それがなんか春を連想させるような、はい、ブレンドに仕上げてます。でも毎年これを楽しみに来られる方もいらっしゃるんじゃないですか？はい、いらっしゃいます。またこのラテも楽しめるそうですね。そうですね、はい、期間限定で桜ラテというのをご用意してますので、はい、これは特に女性人気が高そうですね。そうですね、はい、毎年ご好評いただいてます。またいい豆も入ったという情報を聞いたんですが。はい、エチオピアで初開催となった品評会で入賞したコーヒーを落札することができまして、はい、それを4月中くらいは、はい、販売 できると思うんですけど、はい、もうなくなり次第終了ということですよね。そうですね、はい、じゃあもう早めに来て飲んでいただきたいですね。はい、こちらの特徴はどんな感じですか？はい、そうですね、もうジャスミンの花とか、赤いフルーツとかピーチとか、はい、そういうフルーティーな香りが素晴らしくてですね、はい、シロップのような滑らかな口当たりも特徴です。お話聞くだけでも、すごく華やかな香りなんだろうなって想像できますね。はい、ぜひねこちら期間限定ということで楽しんでいただきたいと思います。でこちらのトートさんのコーヒーなんですけれども、店内でゆっくり時間過ごしてもらうのもいいんですが、実はテイクアウトもされてるんですよね。はい、店内でオーダーいただけるすべてのドリンクは基本的にテイクアウト可能ですので、はい、この辺り散歩されている方もいらっしゃるので、コーヒー片手にっていうのもいいかもしれないですね。あ、そうですね、暖かくなったので、はい、ぜひ、はい、またフードメニューなんかもできるんですか？はい、ホットサンドとあとは、スイーツですね、はい、そちらをお持ち帰りいただけます。じゃあもうそちらテイクアウトしてピクニックっていうのも楽しめそうですね。あ、そうですね、ぜひご利用ください。最近この状況もあって、お家でコーヒーを楽しまれる方っていうのもすごく増えてきていると思うんですけど、なかなか家で美味しいコーヒーを入れるのって難しいんじゃないかなっていうイメージがあって、何かいい方法とかありますか？そうですね、はい、おすすめ の簡単にコーヒーを入れれる、ペーパードリップの、ハンドドリップのセットとか、はい、あとそうですね、フレンチプレスとか、コーヒーメーカーも、はい、ミル付きのコーヒーメーカーで豆で買って、はい、もうそのままコーヒーが入れられるっていう、はい、ものも取り揃えてますので、はい、もう簡単に技術はあんまりなしでお家でも楽しんでいただけます。忙しい日常が続いていると思いますが、こちらで皆さんほっと一息ついてもらいたいですね。はい、これからも頑張っていってください。 ありがとうございます。